同僚の皆さんこんばんは、ショーです。ということで本日はですね、まあ、2周年記念キャンペーンの一環で10連無料ガシャがあるじゃないですか。それのまあ今までね、40連引いてきて、でまず今日の分引いてないですよ。プロデューサーに連絡来てる。まあ、なんでね、まあ、50連の結果をね見ていこうかなと思います。はい、皆さんどうでしたか。今50連って結構な数だと思うんですよ。期待値的にはね、 SSR が1枚当たるような当たる確率だったんなんですけれども、まあ今回の限定だったり当ててる方ちらほらいたり、まあ10連ね、なかなかやっぱいつもなかなか食べるのは大変だって言ったり、まあジュエルに換算すると12,500個、まあ、かなり大きいキャンペーンになったんじゃないかなと思って。で僕はですね、まあ一応40連今まで40連だと、アイドルじゃない、その他ですね、ポスターで見れば一発なんですけど、ゆかと前ですね当たったのは、はい、12日過ぎてから引いたんでこの2つですね。はい、この2枚が僕は SSR、10連ガシャで当たりました。はい、シュガハが生放送でね当ててるから時間がこんな感じになってるんですけど、まあそうっすね、この2枚、40連で2枚当ててるからかなりいい確率で当たってます。はい、ってことで今日は50連目なんですけど、どうなんだろうな。期待値で言えば当たらないんですよ僕は今日、まあ、なんだけど僕は正直欲しい、まあ持ってない工場の SSR もまあそこそこやっぱいるんで、まあそこを狙っていきたいなと思いつつも、正直なおも欲しい、なお1枚持ってるんですけど、できればスタラン15に近づけたいところあるんで、まあここでちょっと引いていきたいなというふうに思います。じゃあまあ60ガシャからいきましょうか。いきます。驚きの白さはい、ケイトちゃんで出るのかな。1日10回無料引きましょう。頼むで頼むで頼むよ。いきます。10連無料返していきます。新規 SSR 来てください、お願いします。いきます。まあオフと、まあ出ないよね、やば。ミナミっすね。まあ最後の SR が何かちょっと気になるんで、ちょっと1枚ずつスキップしていきますね。いやできればなおが欲しいな、ほんとカエルさんで、この後ですね、なお、あーメイコちゃんね、 OK。はい、という感じで僕の50連の結果になるのかな、これで。うん、50連だってるね。4567、あ、じゃあ40連か、40連ただで引けたのか。だから34567、あ、ごめん、50連だってるのか。なんでいやー、いい引きしてるなー、ほんと。うん、50連で2枚だったらもう本当に強いっすね、ほんと。まあて感じでございます。はい、ということで以上が今回の動画となります。まあ、また同じようなキャンペーンやってほしいっすね。はいはい、では以上が今回の動画となります。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。